カノンの調べ。日本の素敵は色とりどり。小池稲瀬のカノンの調べ。なでしこが岡道へ。デザイナージュンコリーナがお届けする和心メッセージ。はい、今日はですね、もうなんか気温が上がらないと本当寒いって感じがしますよね。なんかずっと暑かったから、うん、急にだから余計ですよね。そうなんですよね、うん、まあ、四季をね楽しむ日本の秋っていう感じはするんですけれども、うん、まあ、一日ごとにね秋が深まってきて、本を読んだり、それから絵を描いたり、ね、刺繍をしたり編み物したりって、いい、ね、そういう手仕事に集中しやすい良い季節になってきたと思います。あなたはどんな秋を楽しみますか、ということで今日もカノンの調べ始めましょう。折々の家仕事、それは旬の食べ物から習慣、生活の知恵に祭事、春夏秋冬を織りなすたしなみ帳。はい、今日はですね、工芸バイリンガルガイドという本を持ってきてみました。このね、ちっちゃめの本で赤い表紙に、英語なんですね。そうなんですよ、赤い表紙にこのこけしとか扇子とかがね写真が載ってるんですけど、うんうん、バイリンガルということでですね、中を見てみるとこんな風に本の1ページの半分が写真で、うん、その下に英語の訳が、その日本の工芸品の訳が書いてあって、日本語の意味が書いてある、うんうん、こういう面白い本なんですけど、うん、これがですねカテゴリーが4つに分かれていて、衣食住と遊びのそれにまつわる工芸品を、うん、一応紹介している本なんですよ、はい、なのでね、これを持っていると自分の英語の勉強にもなるし、海外の人に日本の工芸品を紹介するときにすごくためになるかなって思って紹介しようと思います、うん、どんなのがあるんですか。はい、まずですね、キャプター1の、遊びっていうところなんですけどね、うん、どんなのがあるんでしょうね、はい、遊びっていっぱいあるんで、ちょっと私がねいくつかピックアップしてきたんですが、まずだるま、だるま、そう、遊びっていうか、まあコレクタブルっていう風に略されているので、うん、まあ、集めたりとか自分でこう実用品じゃないってことですかね。そうですね、うん、そうですね。なのでこの、まあ、まあ最初はだるま、うん、でだるまは、まあ、だるまドールって書いてあって、でグッドラックチャーム、うん、つまり魔除けのお守りみたいなことが書いてあるんですね、うんうんうん、それで、まあ、だるまはこの楕円形の体の半分が顔で半分が体じゃないですか、はい、で、まあ、合格祈願でね目を入れたりとかするので、よく皆さんももう馴染みのあるものだと思うんですけど、海外の人にね紹介するためには、インドのお坊さんのダルマ大使という方の座禅をした姿をここに表していると、なので、半分は体なので2分の1、2等分なんですよね。その本見ると、うん、1,2,3,4 だいたい4行か5行ぐらいか、うん、もうちょっとぐらいなんで、うん、ちょうど1日1個勉強するにはいいかもしれないですね、英語の学習にも。そうですね、そう、うん、でね読むと割となんか難しい言葉使ってないんですよ。あ、今なんか日本語がすごい難しかったけど、うん、もうその日本語の説明聞いて私英語にはできないって思ってたんだけど意外とできる。全然できます。だって今言ったら難しいのって単語ぐらいじゃないですか、うんうん、本当だからもう本当に読んでもらう、読むのはねちょっと私は控えておきますけど、うん、発音の問題があるの でこれ読んでもらうと本当に意味も簡単なのでね、うん、すごく分かりやすく書いてあるんで、うん、ぜひやってもらいたいなと思うんですけどね。で、まあ、このだるまに関しては、座禅をその呼吸と心を整えるために、うん、世界観を変えるっていう、そういうことを願ってだるまを置くっていうこともあるらしいので、うんうん、なんか世界観変えられるとか思うとちょっと置いときたいなとか、すごいですね、思いますよね。逆に私も欲しいぐらい、ね、欲しいですよね。
本当そうなんですよ。で次はですね、一応この隣にすぐ隣にあります招き猫なんですけど、うん、これもね日本の皆さんは一家に一つぐらいあるかなっていう、うん、結構好きでコレクションしてる方も多いですよね、うん、たくさんいますよね、うん、でその招き猫は、右手と左手とその上げる方によって、うん、その招くものが違うって言われてますよね、うん、お金と人でしたっけ、うん、そうそう、右手だと、お金と幸運、ね、うん、左手だと千客万来だから人ですよね。どっちがいいんだろうね。で、まあ、両方欲しいかなって感じですけど、ね、両方もあるんですかねあるかもしれないですよね、うん、で、まあ、それはまたこの本体の色によってもね招くものが変わるって言われてるので、うんうんうん、それは皆さんぜひね検索してみて、その写真のは三毛猫さんなのかな。え、うん、白じゃないですか。だってこれ黄色と黒が入ってるから、ここに、あ、そうか、だいぶ白い三毛猫さんですね、うん、じゃね。三毛猫はね、だって日本ではもう特有のものすごく貴重な種類って言われてますからね。そうですよね、うん、他の国にはいないような話を聞きますよ ね、 ね。でもう一つその工芸品の中から紹介したいのが筆です。あら大得意な。なぜあれっていうかというと、私がですね書道してますので、うん、筆は本当にもう細いのから太いのからその毛先の長さによっても全然違うので、うん、ありとあらゆるものをねその表現するためにいろんな道具を使うんですけど、うん、まあその書道とか絵を描く以外にも普段皆さんもねメイクするときに筆って使うじゃないですか。はい、ね、もう本当にチークからパウダーからね、ブラシからって、うんうんうん、全部使っていくので、それをねやっぱりその日本の細かいいろいろなねその気遣いがあっていろんな種類の筆があるのかなとも思います、うん、というところで筆の話をして、私はですね、はい、ちょっとドレッドヘアを思い浮かんだのでちょっと夏をまだね引きずりたい私としては、うん、少しレゲエをね浸っていただきたいかなと思いまして、そんな選曲なんですね、はい、今日は、はい、サードワールドでスイングローをお聴きください。はい、お聴きいただきました。レゲエの気分に浸っていただけたでしょうか。夏帰ってきましたね。帰ってきました。よかった、明日明後日また暑いみたいですから、本当ちょうどいいかもしれないです。よかったです、呼び起こしに。はい、じゃあ夏を呼んでもらって、でですね、じゃあ続きやりますね。続きなんですね、はい、今日はねこのままいきます。キャプター2です。はい、はい、でこれはですねアパレルっていうグループの中から衣ですね、うん、衣食住の衣、私の大好きなやつじゃないですか、はい、で今日はですねやっぱりこの大好きと言ってもらった西陣織、うん、代表的なね織物ですよね。素晴らしい綺麗なものなんですけど、これは西陣シルクブロケード、ブロケード、ブロケードって言うんですよ。ブロケードかな、うん、ちょっと発音はね他の人にやっていただきたいけれども、でブロケードっていうのは錦とか金蘭っていう意味があるんですよ、うん、だからまあ本当に美しいシルクの西陣の織物ですという意味なんですね、うん、でなんで西陣織っていうかっていうと、応仁の乱の後に西軍の本陣があった場所をその織物の聖地として建て直したということらしいんですよ、うんうんうん、だから西陣、うん、で西陣織っていうふうに言われてるんですね、うん、それとかですね、あともう一つは風呂敷、風呂敷ね、はい、風呂敷ね、ちえちゃんが前に皆さん持ってますよね。そうそうそう、うん、なでしこ学でやってくれましたよね、はい、でこれはラージスクエアスペ、ごめんなさい、ラージスクエアシェイプドクロス、うん、でっかい四角い形の布、でっかい、ね、大きいじゃないのなんですね、うん、でこの一枚の布がバッグ代わりになって、うん、いろいろな形に包むことができるっていう、ね、アメージングジャパンって感じじゃないですか、うん、この布で一番代表されるものですよ ね、うん、ね、なのでこれも本当にこう細かくいろいろ書いてあるんでね、でぜひ読んでもらいたいと思うんですけど、うん、でこの風呂敷はだいたいこの唐草模様に代表されるように、うん、やっぱ植物の柄がねすごくポピュラーなので、はいはい、自然にやっぱり溶け込むその日本文化というものをね象徴しているのではないかと思います、うんうんうん、でもうちょっと次に行っちゃいますね。次はキャプター3で、次は食です。食、食べ物、はい、テーブルウェアということで、うん、テーブルウェアのそのいろんなこの工芸品が載ってるんですけど、その中で私今日選んだのはメジャー、
あ、手ごめんなさい、マス マス、ね、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、マスで す、ね、はい、メジャーリングボックスということで、うん、この木で組んだね、組んだだけなのに水がこぼれないってすごくないですか、やっぱ日本の技術。確かに ねピッチリしてないと漏れちゃいますね。そうそう、隙間から出てこないこのね、あの素晴らしい作りと、それと日本酒とかを飲むときに、うん、あのこの木の香りも一緒に楽しめるっていうのが、うん、やはりその日本の情緒を表してるなと思うのでね、こういうものもぜひあの紹介していただきたいなと思います。それとですね、じゃあもう一つ、次はですね、ハウスウェア、ハウスウェア、はい、キャプター4はハウスウェア、なんでしょう、家具とか銃ですね、銃なので、うん、私が選んだのはのれんです。家具ももちろんタンスもいろいろあるんですけど、うん、のれん、のれんって漢字で書くと、まあ、難しい漢字ですよね、結構難しいですよね、うん、ところがそんな難しくないんですよ。レンは草冠に、あのレン、レンっていう、草冠にレンじゃちょっとわからないです先生私が今日言いたいのはのの方なんですけどのの方はですね、なんとあったかいっていう字書くんですよ、暖房の暖、うん、暖房の暖に草冠のれんでのれんって読むんですけど、うん、英語で言うとスプリットカーテン、あ、切れ目の入ってるカーテン、そうですそうです、ね、でなんでそののれんっていう字に暖っていう字がついて入ってるかっていうと、うん、あの冬の寒さをしのぐための布だったんですって。昔はだからやっぱり日本の、ね、家屋って木と紙じゃないですか、うんうんうん、でまあ、あの横開きのね、でカタカタしてなんか隙間風が入ってくるものを防いでたのかなっていう感じなんですね。確かに一枚あるだけで風の通りが変わるから、うん、はい、変わりますよね、空気の流れが、ね、そうですよね、うん、でもう暖房もないような日本の昔だったらやっぱこれ1枚でだいぶね変わったのかなと思うんですけど、うん、それが、まあ、ずっとかけてるのでお店屋さんとかでは染め抜いて、うん、でそれで、その看板になったということなんですね、うんうん、改めて見ると海外の方にねお話しする時もそうなんですけど、自分でもなんか新しい発見がたくさんあったのでね、うん、確かに身近にありすぎて目を留めてないっていうものもありますよね、うん、そうそう、なんか人に説明するかなって思うとまた見やすくなるじゃないですか、うんうん、だからぜひねこの本手に取って見ていただけるといいかなと思いました。アレンジ次第で素敵も変わる、心を豊かにするものはすぐそばにあるのではないでしょうか。毎月第2第4週は色とりどりに、小粋稲瀬カノンの調べ。